この赤い別荘なんか怖いね。絶対虫すごいよ。虫って多分タヌキやネズミも相当いると思うよ。障子がなんか溶けてる、溶けてそうだもん。うん、すごいだろうな。こっちはもしかして使ってる？使ってねえか。別荘だろ。この辺の別荘地はもうほとんど住んでる。近くで見ると草がすごいな。どんどん使わないで。うん。また言うの。本当ね。誰がこれ建てたの？好き作った人のどっか話してる。まあ社長とかだろうな。多分。結局めんどくさいんだろ、来るのが。ちょっと冬の間だけでも使おうと思ったのか。やばそうだな、この道やっぱ。わかんないのかもしんない、最後。クラスでも金があっても人がいねえかもしんないし。いや、東京とかから連れてこねえと。めちゃめちゃ建物は新しいけど、草すごいな。え？もう行け。使うしかないみたいな。うん。虫とか草とか動物とか。うん。何もねえのに。靴は周りにいるじゃん。渋滞の人とか。